皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、TSC オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日はネットで語られた不気味な怖い話なんですけど、うん、はい、うんうん、赤い女編っていう。いいですね、はい、いいですね。赤い女の話結構あったんですよ、うん、はい、まあ、すいません、4話あったんですよ。結構ありましたね。だから、まあ、4話終わったらとりあえず普通の不気味な女の不気味な話もするかもしれないですけど、うん、まあ、赤い女でどこまでいけるかなっていう。あ、了解です、はい、ところで行こうかなと。よく聞きますよね、赤い女の人出たってね。聞きますね。ワンピースのイメージあるけどね。ああ、確かにね、うん、赤いワンピースの女性の、うん、ある。うん、うん、なんかさ、昔のさ、モーニング娘。のさ、なんか何人かの子、4人とか5人とかのユニットのさ、うんうん、なんか赤いスポーツカーの女とかさ、なんかそういうシリーズでシングルなんか出してたじゃん。あ、俺その時生まれてないかもしれない。そうかもしれん。ごめんごめん、そうかもしれん、まあ、絶対生まれてますよ。絶対生まれてますよ。モーニング娘。全盛期、俺中学卒業ぐらいの時だった気がするな。あ、覚えてないですか。俺多分小学校とか。そのユニットがたくさんあったのは覚えてます、うん、なんかタイトルがね、赤とか黄色とかそういうのだったと思う。赤いワンピースの女、それっぽいなと思う。あ、ごめんなさい、すいません、すいません。赤いハイヒールとかも多いですよね。あ、赤いハイヒール、ね、うん、確かに、うん、ちょっと1話いきますね、はい、早速、はい、タイトル、俺の唯一の変な体験、赤い女。もうまんまですね、うん、はい、中2の時、2階の部屋でカーテンを閉めて弟とタバコを吸っていた。まあまあ、ちょっと非行ですけど、うん、はい、トイレへ行きたくなったので俺はトイレへ行った。そしてトイレから戻ると弟がカーテンの隙間から外を見ている。どうした？と俺が聞くと、兄貴、あの女だ、きっとそうだ、と言う。俺がこっそり覗いてみると、赤いセーター、赤いスカート、赤いカバンを持った女がこちらを見ている。しばらくこっちを見ていると、うちの犬が吠え出した。すると女はスタスタと歩き去っていった。あの女、と弟が言ったのは、お袋はダイエットのため、隣の家のおばさんと夜ウォーキングにいつも行っていた。そのお袋が2日前に青い顔をして帰ってきた。幽霊よ、幽霊、と言っていた。話はこうだ。2人が歩き終わり、家のそばまで着いた時だった。前から男が自転車で通り過ぎた。その時、誰もいないはずの後ろから、すいません、と声がかかった。驚いて振り返ると、そこには赤いセーター、赤いスカート、赤いカバンを持った女が立っていた。あの自転車の男が何度も私の前を通るんです。私怖くて、一緒に家まで行ってくれませんか？と女は言った。そこで女性だけでは怖いので、隣のおばさんの旦那さんも一緒に行くことに。それからしばらく歩き続けたが、一向に着かない。近くだと言っていたので、車を使わなかった。そしてとうとう、最初に女が声をかけてきた場所に戻ってきてしまった。お袋が、あなた、ここはさっきの場所じゃ、と言ったら、赤い女の姿はどこにもなかった。帰ってきたお袋の話を聞いて、俺や弟、親父は笑い飛ばしていたが、隣の夫婦も一緒だったから嘘ではないのだろう。からかわれたんじゃないのってことになった。2階の部屋から女を見た日から3日後、俺は犬の散歩で夜10時頃、近所を歩いていた。そして家のそばまで来た時、前から男が自転車に乗って俺の前を通り過ぎていった。すいません、この時ほど、すいませんと後ろから声がした。この時ほどびっくりしたことは14年間生きてきてなかったろう。本当に今の今まで後ろには誰もいなかったんだから。俺は振り向いた。そこには赤い女が立っていた。女が何か言う前に俺は嫌だと言った。すると女は去っていった、とそういうお話です。幽霊ではないのか、わかんないっすね。わかんないっすね、うん、なんかその女の人が現れる条件みたいなのが、ね、自転車に乗った男、あ、そうだね、うん、そこが同一人物なのかどうかなちょっと思いました、ね、あ、なるほどね、うん、確かにね、うん、誰
男の人が自転車に乗ってれば誰でもいいのか、うんうん、そのじゃあ赤い女とそのね自転車の男がセットなのか、うんうんうん、例えばそれがご近所さん、まあ多分その辺を自転車でよく通る、うん、まあ同一人物だとしたら、うん、まあその地域に住む男の人、うんうん、みたいなので実はなんかそういう事件を起こした人、うん、みたいなことで、まあ、何かそれを訴えようとしてる。でもなんか無駄に歩き回る意味が分かんないですもんね。ねえ、本当だね、うん、しかも赤いワンピースがーって言うとですけどいきなりセーターだったもんね。ねえ、うんうんうん、ね、珍しいなと思いながら聞いてましたけどね。だから殺されたっていう事件に巻き込まれたっていうパターンで、うん、血でセーター赤くなってるとか、うん、本当は白いセーターでみたいな、うん、本当はカバンだけ赤い実はみたいな、うん、で血で赤くなってる、うん、でその犯人がその自転車に乗った男の人みたいなことだったらなんかつながりはある程度作れるんすけど、うんうん、確かにちょっと情報がね、うんうん、この話だけではなんか弟が見た時だけその男の影がないんだよね。うん、確かに、うん、ああそうかそうか、 その家の前に立ってる時はっていう、うん、分かんないですよ。その犬が吠え出したじゃないですか、うんうん、その吠えたのはその女に吠えたわけじゃなくて男が通ってた、そう人が通ると吠えるみたいな犬もいるじゃないですか。でその時見えてないけどその男の自転車がその画角外で通ってるかもしれないかなとは思いました。なるほどね、うん、そっか、じゃあやっぱセットなのかな。うーん、まあでもセットじゃないパターンもちょっと考えたいですけどね。男は実は関係ないみたいな、うん、関係ない、うん、その条件、まあ自転車が来るっていう条件だけ重なるとみたいな、うんうんうん、だからその女の人にはやっぱ自転車に乗った何かに、うん、うーん因果があるのか、あるのか、うん、それこそ、まあ、たまたま2回とも自転車が通った時に声かけられてるから、うん、そうって思うんすけど、うん、毎回かける言葉違うとかね、あの自転車の男の人が私の前を通り過ぎるんですとかじゃなくて、うんうん、別のセリフになるみたいな、はあ、もうあれだもんね、最後だから犬の散歩してた時はすいませんって言われた瞬間に嫌だって言ったから、うん、その続きは聞けてないもんね。何か違うワードを発したかもしれないね、かもしれないなっていう、うん、ちょっと、まあ、そのパターンだったら、まあ、マジで迷宮入りですけどね、うん、まあそうだよね、うん、なんでまた同じところに戻ってくるのかも分かんないし、ね、自転車の例といえば門原の近くにそんな話がありますね。え、そうなんですか。はい、俺はクラブ時代に聞きましたよ。3日連続ちょっとだかな、うん、俺もそれ聞いたことあるな。で追われて、うん、もうありえんスピードで話すんですけど、まあ、車とか、うん、自分も原付だったり自転車だったりとか、うん、でも追われるんですって、うん、でまあ話すじゃないですか、つき、あの、なんっけ、つけてくる、つけてくる、それを見ちゃうと、はいはい、つけてくるんですけど、うん、うん、と引き離すじゃないですか、はいはいはい、車とかだったら、うんうん、だけど自分家周辺でもまたいるんですって。怖い怖い、うん、めちゃくちゃ怖い。その音が結構特徴的な自転車なんですって。音が自転車なんか、そのちょっと古いっていうか壊れてるっていうかキコキコいう、うん、あ自転車で、うん、自転車で、うん、でなんか男の人っつとったよね確かね、うん、俺多分トモ君から聞いた気がする。ああそっか、うん、あその追ってくる人は男の人なの。男の人なんですって。でなんかちょっと その子が言うにはですよ、うん、ちょっと身体障害者っぽいなんか変な漕ぎ方っていうか、うんうん、特徴があるんだね、うん、だけど多分幽霊ですって言ってました。その子はあのよく前のエピソードでも言ってたあのダンサーのめちゃくちゃ霊感がある子で、その子を3日ぐらい追いかけられたっつって、だからその子だけかもしれんすけどそこの道で遭遇するのは絶対その道って言ってたんで、うん、結構交番あるじゃないですか、あるあるある、恵比寿さんかなんかがなんか電車の通りだよね、うんあるあるある、そこの前の道、そうなんだ、お寺か神社かなんかあるっすよね、あるある、そこの辺っつってましたよ、へ、うん、結構怖い、それはめちゃくちゃ怖いですね、うん、追いかけられる、うん、
見ちゃうと、もうなんて言ったらいいんですかね、発見しちゃうと追いかけられるんですって。はうん、こっちがなんかそのバッてちゃんと見たっていうわけでもなくても、うわおるぐらいの思っても追いかけられちゃうんですって、うんうん、怖い、キコキコ聞こえてくるんですって。へえ、ついてくる、うん、なんかそのね、このお話の女性もわざわざ戻ってくるじゃないですか。戻ってくる、もともと自分の家ってものがなくて、うん、家まで送ってくださいっていうことで、その元いた場所まで来ると付き添ったお母さんたちの家があるじゃないですか、うん、そこまでやるとこの家の人になったみたいな条件になって、うん、もう自分の家の中に入り込んでるというか、うん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 、もうそこがその赤い女のテリトリーになったみたいなことになってずっとそこにいるみたいな。まあでもそれだったらな、この一緒に家まで行ってくれませんかの家は、うん、自分の家みたいな、うんうんうん、その女の人の家じゃなくて、あー、うん、なるほどね、うん、だからそこに住んでる全員が見えるみたいな、うん、お前の家までってことかみたいな、うんうんうん、あっていうのはどうでしょう。いやめっちゃいいと思う、いいですね、最後戻ってくるし、そこにね、うん、そう、採用、採用です、ありがとうございます。実はその家っていうのは、待ってください、今自分が言ったようにしようとしてました。おちょをね今つけようとしたんですよね。なるほど、あ、そうそう、すいません、なんか怖い話語るときにさ、そう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 、いいです、ごめんなさい。じゃあ次の話いきますね。はい、雨の中十字路で見た赤い女っていうタイトルです。はい、いきます。怖い話ってのは人それぞれ感じ方が違うんで難しい。なので怖かった話を一つ、幼かった頃、確か5、6歳のくらいの1970年代後半、真夏の夕刻、外は薄暗くなりかけていた。父がビールを買いに行くというので、あわよくばジュースをねだろうと思いついていくことにした。玄関ドアを開くと突然の夕立。酒屋までは直線距離にしても150メートルあるかないかの距離なので、俺は無意識のうちに傘もささず駆け出した。150メートルの距離の中、20メートルもしないうちに住宅街の十字路に差し掛かるのだが、その一角に見えた。見たというより視界を無視して直接意識に飛び込んできた感じ。赤いハット、赤い靴、赤い傘、赤い唇、赤いコート、すべてが赤い女。十字路の片隅で雨の中傘を差し立ち尽くしている女。赤のすべては今思えば時代を象徴しているかのようなエナメルチックなテカテカツルツルしたような赤。ただそのエナメルのような素材からレインコートかなとも思った。コートは妙、真夏である、傘も差している。蒼白というか曇り空色の顔はうつむき加減でピクリとも動かない。俺は雨の中走ってた、まじまじと見ていたわけじゃない。情報として瞬時に飛び込んできた。その時点では不思議っていうしか言いようのない感情ではあったが、すぐさまそこを離れたい気分でもあった。酒屋に着くと父も傘はささず小走りでやってきた。店は角打ち、過去立ち飲みですね、もできるような酒場だったので、父は店で出会わせた近所のおじさん連中と談笑を始めた。3、40分は経ってただろうか、俺はその間酒臭いおっさん連中に馴染めるわけもなく、一人じわじわ恐怖心に変わってきている不思議感を父や周りの誰かに言いたかった。しかし誰かに入れ知恵されたかのようにこみ上げる感情、誰にも言わない方がいい、もうこれ以上触れない方がいい。いざ家に帰ろうとした時には夜中と変わりない暗さになり、雨は降り続いていた。もう雨に濡れるからって理由だけじゃなく、恐怖を素通りしなければ家に帰れないという理由から俺は全速力で走った。街灯にぼんやり照らされる十字路の一角に視線をそらす。目を閉じる。しかし一切見ずして走り切るのは到底無理な話。視界に一瞬捉えてしまった赤い傘、誰か待ってるのかな、タクシーでも待ってるのかな、そんなわずかな期待も吹き飛んだ。3、40分も待ってるもんなのか。家に着くと父はやはり何も感じなかったように思えた。小さな町の小さな十字路、その町でそれから十数年暮らすのだが、やたら事故が多い
十字路だった。安易に関連づけるのもあれだが、そう思うようにしようと思った。幼いこのくらいの年じゃ怖いはマックスきっと大人でも気持ち悪いはず。怖い話なんてリアルで実体験してなんぼと、っていう、うんうん、なんかちょっと難しい書き方してるなっていう、まあ要するにその日だけ雨の降るその日だけ赤い女が立ってたってことですよ、うん、長い間、うんうん、そうで、その十字路は事故が多いと、そう、うん、それからね、うんうん、その後は見てないのかな、ね、まあ、この感じだと見てない、ね、見てないっぽい、うん、ね、でお父さんもなんか気にしてない感じってことは、ね、うん、自分にしか見えてないのかなっていうふうには、うん、まあ、言葉にしてないだけかもしれない、うん、お父さんは、あ、そうですね、うん、なんか言わない方がいいみたいな、うん、そういう感情が込み上げてきたみたいな話だったから、ね、お父さんも同じようになんか言わない方がいいのかなって、うん、子供を怖がらせるのもあれだし、うん、気を使って言わなかったのかもしれない。それもありえますね、うん、じゃあしかもエナメルチックなテカテカな赤で真っ赤ですね。うん、そうだね、うん、その雨に濡れてちょっと反射してるというか光が、うん、でエナメルチックに見えたみたいなパターンもありえるのかなと。あ、でもそうしたらちょっともっと濃くなるか、濡れると赤って。あ、でもね、なんかその素材っぽいからレインコートかなとも思ったから、あ、まあ、弾くと思うけどね、レインコートだったら、ね、そっかそっか、うん、どうなんだろうな。なんか傘差してるっていうのがね、結構不気味だなって俺は思いましたけどね。うん、ああ、そう、うん、傘差してない方がなんか不気味感あるけど、なんか確定しないですか、傘差してないと霊みたいな、確定感が出ちゃうなと思って、出ちゃう出ちゃう、うん、傘差してるんだって思いました。なんかそれこそその時は本当に人だった、うんうんうん、でその日がその人の最後の日みたいな、うんうん、その後実はその十字路で何かがあってその方が亡くなってるみたいな感じで、うんうんうん、っていうのに出くわしたというか、なるほど、うん、まあその事故じゃないにしろ自殺だったりとか、うんうん、みたいなのでその方がその日亡くなっちゃったっていう、うん、それ以降何か霊が出て、うん、その影響で事故が多い、事故が多発するみたいな、うんうん、でも事故が多発してる交差点はね、なんか何かしらそういう話ありますよね。ありますね。やっぱ後付けなんすかね、うん、後付け、その事故が多いから幽霊の噂が出るのか、あ、うん、どうなんだろうね、うん、単純に昔住んで実家の近くの、はいはい、田んぼばっかなんですよ周りが、はい、でもその田んぼの十字路の一箇所に家が建ってて、うん、で壁がしっかりとこう壁があって、はいはいはい、すごい見通しが悪いんですよそこ、うんうん、でも周り田んぼなんだけどそこだけ見通しが悪いみたいな、うんうんうん、そうそう、そこはねすごい事故が多くて、うん、で壁をなんかその家の人が気使ってたのか分からんけど、うん、ちょっとこうなんていうの内側に入れたっていうか家の内側に入れたみたいなさ、はいはい、うん、したら事故が減ったよ、単純に見通しが悪かっただけっていう、だってアピタの僕らの豊橋 の、うんうん、言われてる交差点あるじゃないですか、あ、そう向かい山の、はいはい、あそこも、まあ見通しいいっちゃいいところなんですけど、うん、そこでも道路にちゃんと右折レーンの線とか、うん、ちゃんとするようになったらあんまり事故きかんくなりましたね。あ、そうなんだ、うん、なんか私が高校の頃あそこ高校近いんで、うん、結構あの辺やっぱり事故が多かったっすね、多いよっていう話は、うん、聞いたことあって、うん、やっぱそういう対策を市がしてくれたんだ ね、あと俺単純にあそこって自転車の交通量もめちゃくちゃ多いんですよ。おいおいおい、うん、通学路で絶対通る場所なんで、まあ、だから絶対数が上がるのかなとは、うんうん、っていうふうに思ってましたけどね。そうだね、うん、それはあるかもしれない、まあそうだね、そうだね、そこは多分そうかもしれない、うんうん、
っていうのに尾ひれがついて、うん、あの幽霊のせいでみたいなのはあるのかなってちょっと思いましたけどね。あるかもしれない。でもこれはマジで謎ですね。謎っすね。そもそも幽霊なのかどうか、うん、だね。じゃあ続いての話いきますね。はい、はい、今日はね赤い女スペシャルなんで、まあ赤い女出てくるんですけど、はい、ちょっとね今の話を覚えててくださいっていう感じです。さっき話した、うん、はい、いきます、はい、タイトル、こういう意味不明で最後まで何かわけのわからない話の怖さは異常というタイトルです、うんうん、当時小学生高学年くらいの話、学校帰りだったと思うから15時から16時くらいの時間帯だったと思う。T 字路曲がったらすぐのところに家があって、そこを曲がるとき反対側の曲がり角にちょっと不気味なおばさんがこっち側を見て突っ立ってたんだけど、あまり気にせずいつも通り帰ろうとしたんです。そしたら顔だけ私の方を眺めるように動かしてきたんで、内心ひえやばい人かって思いながら早足で家に入って、その日は終わり。まあそれだけだったらまだ普通の人っぽいんですけど、最初見た時不気味だと思った理由がまずその格好。時期で言えば初夏ぐらいの時すでに結構暑くて、私自身なぜか半袖嫌いだったんで長袖で T シャツだったんですけど、暑いってくらい。でもそのおばさんはファーのついた赤いロングコートを着てて、そのあとは赤いヒールに赤いハット帽をかぶっていた。髪の毛は肩ぐらいの長さでワカメみたいな洗ってない感じ。当時小学生の私からしたらすごいのっぽに感じました。帽子と前髪に隠れて顔の雰囲気は全然わからなかったけど、パッと見た雰囲気はおばさんだと思いました。その日は家に帰って宿題だとかネットサーフィンしているうちに忘れちゃったんだけど、定期的にこのことを思い出してゾワってなる時があって、高校上がるか上がらないかの時にふと思い出して家族にその話をしたら、不審者じゃない?気をつけようね。で当たり前だけど終わり。でも兄だけ同じ経験をしてて、中学生の頃って言ってたから多分私が経験した時期と重なると思う。その頃の季節も確か初夏ぐらいって聞いたような。やっぱり私が見た格好と同じ人を見たと。ただ違うところは曲がり角が真逆だったことと、兄が見た時はミディアムじゃなくてロングだったこと。髪の毛がですね、眺めるように顔をゆっくり動かす仕草も同じだったそうです。結局それっきり何もないんですけどね、というお話なんですけど、まあ格好がちょっと似てるなって僕は思ったっていう。確かにちょっと似てる、だからどこにでもそういう人がなんか出没するっていうか、不審者のテンプレみたいなね、赤い女っていうのは、何なんだろうな、眺めるように見てくる、ね、顔動かしてくるの怖いですね。でその見た時の髪の長さが変わってるっていうのもちょっと不思議だし、ね、同じ時期ぐらいしてるみたいなね。あ、どうなんか何年後かのみたいな感じじゃなくて、同じ、ね、なんか同じ時期ぐらいって今言ってましたね。そうそうか、変だねそれは。あ、でもどうなのかな、その初夏が同じぐらいっていう感じなのかな、なんかそうなのかな。確かにそうかもしれないですね、はあ、はあ、どうなん、よくわかんない、まあ、結局そういう人を見たっていうだけだから、うん、そのまあ、考察するにもちょっとヒントは少ないなとは思うんですけど、そうだね。じゃあ例えばそういう人がいたら、例えば自分の地域でちょっと変な人がいると、すぐ噂になるんですよ、なるなるなる。でその当時例えば中学校とか小学校なんて、絶対噂になると思うんですよね、他の人も言ってるとか、それがあったのかなかったのかがちょっと気になりますね。そうか、その、兄さんと自分だけだったのか、で学校でもそれが噂されてて変な人がいただったら、まあ、でもそれだったら書くと思うんですよね。書きそう、ああそうだね。でもそれがなくて、その自分の兄弟だけ見てるとかってなったら、なんかこの人たちが狙われてそうだなとは思うんですけど、でこの人たちにしか見えないものみたいな、
ふうにも捉えれるんすけど、うん、そうでもそれが結局その一回こっきりなんですよね、きっと見てるのは。それだけで、そのそれ見た後に何か不幸なことがあったとかいうわけじゃない、ね、特に回なしっていう、ただ見ただけ、うんうん、だから幽霊じゃないかもねこれはね、うん、本当に人、そういう不思議なおばさんというか不気味なおばさんというか、なんかそれに例えばこう顔を見てくるから、うん、会釈とか、うん、アクションを起こすと何かされるみたいなことがあったかもしれないですね、うん、ああ、うん、まあ自転車でファーッと行っちゃったもんで、うん、別に何もなかったけど、うん、なんか話しかけるとか例えば、うん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 、でもそう顔がしてくるっていうことはこっちを見てるのは確定じゃないですか。なんか探してんですかね。何かを、うん、そうか、まあ、息子をいじめたやつとか、いやそれこそ地域で、うん、そうか、うん、変なおばさんが出たぞみたいな、なりそう、うん、そのお母さんたちに相談した時に、あの人ねってなりそうですよね、確かに、ね、有名になってたら、うん、でもなってないってことはなんかその人たちしか見てないような、確かにね、感じがちょっとするんですよね、幽霊かな。じゃあ、うん、その家の旦那さんが不倫してて、うんうん、でそれをなんかバレそうになって、うん、その相手を、うん、なんか間接的にこう自殺に追い込んだとか、自分での手で殺めてしまったとか、なんかそういうのがあって、うんうん、その家の近くでその家族、その子供と、あ、子供2人見たけど実はお母さんとかも見てて、うん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 、なんか恨みがあるからみたいな、なんか そのまま家ついてきそうじゃないですか。確かにね。ねえ、うん、とか、 なんか家付近で出るみたいな、うん、家の中とか、ああまあそうだね、うん、玄関前とか、うんうんうん、来ちゃうみたいな、うんうん、そうか。でもそのパターンもだから、その後日談があってくれたら、うん、すごいそれだってなるんですけどね。なんかそれ以外は何もないみたいな。そうなんだよね。そうだよね。うん、でこれお母さんのことは言ってますけど、お父さんのこと出てきてないですよね。うん、そうなん、そうなんですよ。実はお父さんもう亡くなってる説みたいなので、うん、そのさっき言った木村さんのパターンで、うん、お父さんが実は亡くなったみたいな。うんうん、その例の呪いでお父さんは亡くなってるとか。実はお父さんには実害がなんかすごい出てるみたいな、うんうんうん、でも、うんうん、お父さんは例えば亡くなったから、まあ、子供たちは別にいいかみたいな、いいか、うん、不倫相手が別に手にかけんでもいいかっていう、お父さん死んでもこっちの世界にいるから、うんうん、何もしない、うん、だったら出てこんでもいいんじゃない。その時死んだんすよ書いてほしいわその情報ね、この話の中に、ね、その情報を書いてほしい、うん、その日の夜父は死にましたみたいな書いてほしいなまあ、だからお父さんが出てこないところもちょっと俺は不思議だなと思ったんですよね。不思議な、まあ、赤い服の人、まあでも赤はやっぱ不気味っすね。うん、映える色だもんで、ね、余計視認しやすいし、だから印象に残りやすいですもん ね、 うん、夏なのにそうやってなんか何だっけ、ファーのついた、ついた、うん、そうそう、コートっていうのはさ、すごい違和感がねあるんだよね。確かに、うん、そういう人に遭遇したことないもんであれですけど、うんうん、感じるんすかね、あ、この人夏なのにコート着とるみたいな、うん、別に赤じゃなくてもおかしいって感じるもんなのかなっていう。いや、なんか僕冬は、僕暑がりなんで、うん、冬でも例えば店の中で半袖でいて、うん、外出たりとかってあるんですよ、うん、寒さって例えば室内だったらあったかくできるし、まあまあそうだね、うんうん、で外で半袖のやつ見ても、おい冬だぞぐらいで、うん、なんか別にそんなおかしな光景じゃないというか、うん、と思うんですけど、夏の暑さってもう涼しくする以外対処のしようがないじゃないですか、うん、その中のコート着てるっていうのは、うん、めちゃくちゃ異様なものに感じるんですよ、うん、冬の半袖とかより
夏のコートって異様なものなイメージで見たことあります？全然ないっす。もうないな、遭遇したことないな、季節感がおかしい人。結構それだけでやばい雰囲気出るね。出る出る、もう季節感がやばい人って言われてみれば。でも夏に、そうだね、そんな人見たら思わず声出ちゃうよね。えってなっちゃうっすよね。ファーってなるよね。ちょっと俺が水差した感があって。今寒いんで欲しいですけどね。実は今あのファーの前に2つステルスぶち込んだの。マジっすか。全然気づいてない。全然気づいてないですよ。やっぱおかしいよね、声上げちゃうよね。その前じゃないですか。そうですよね。あ、まあ、気になったらもう一回聞いてもらって。ああそうですね、そうですね、はい、あの見つけた方はコメント欄で、ね、そうだね、はい、コートとか使ってそうですけどね、ヌードコートとか言いそうじゃないですか。言いそうだけど、そんな、じゃあファーをファーで、そう、もうファーをすでにあのか2回行ってるんですか。すいません、ステルスが全く気づいてないですね。じゃあ最後の話、まあちょっと短いですけどね、これ多分最後の話ちょっと長いんで、はい、今日はもう本当赤い服だけでいいじゃないですか。はい、きますね、了解です。タイトル、実は夢赤い服の人。はい、これね、なんとミクシーから。ほうほうほう、すごいじゃん、どこまで行っとるって感じじゃないですか。すごい赤い服を求めて。まあでも2008年の投稿なので、うん、まあいいでしょう、読んでもと、うんはい、これはつい先日の出来事です。夜遅くまで友達と遊び、帰り際にトイレに行きたくなり、コンビニでトイレを借りました。用を足していると目の前に小さな張り紙があります。その張り紙にはこう書いてありました。いつも清潔に使っていただきありがとうございます。もう一歩前にお進みください。赤い服の女性を見かけたら絶対に顔を見ないようにしてください。最後の一文が多少気になりましたが、意味がわからないのでスルーしていました。そして洗面所で手を洗って何気なく鏡越しにドアの曇りガラスを見ると、赤い服のシルエットの人が通過するのが見えました。一瞬だったので気のせいだと自分に思い込まして、コンビニのトイレから出ると、店内に赤いジャケットに赤いスカートを着て、つばの広い赤い帽子をかぶったロングヘアの人がいました。こんなに目立つ格好をしているのに誰一人気づく様子もないので、気味が悪くなり足早にコンビニを去りました。興味本位で去り際にちらっと顔を見たら目が合ってしまったので少し怖くなり家へと急ぎました。早歩きで家へスタスタ歩いていると、後ろから視線を感じたので振り返ると、あの赤い人が後ろの方からゆっくりついてきています。怖くなり家まであと数分なので全力で走りました。もう家まで数歩のところで自分の真後ろから、続きは後でと聞こえた直後に目が覚めました。携帯を見ると午前3時33分。昨日は仕事だったので友達と遊んだわけもなく、夢でよかったと思いました。ほっとしたらトイレ行きたくなり、ベッドから降りトイレに行って用を足していると、ドアの向こう側に人の気配がしました。トイレから出るにはそこしかないのでビビりながら開けると、寝ぼけた兄貴がトイレ待ちをしていました。ほっとして兄貴にお先と言ってベッドに戻ろうとした時、兄貴は寝ぼけながらボソボソ声で、そろそろ続きを始めようかと言ってトイレに入りました。その言葉にゾッとしてその後は寝れませんでした。おしまいという、うーん、お話です。なんかね、話がすげえ長いなと思ったら、めちゃめちゃ改行で文字の間を空けてあったんで、そんなに長くなかったっす。意外と短かった。続きは後で、でもこのパターンもなんか後に別に何も起きてはいない感じはしますけどね。まあそうだね、兄貴にはそろそろ続きを始めようかって言ってるっていう、
そうだからその後に何か起きてれば多分書き込まれてますもん ねそうだね、うん、兄貴がそう言って言ったことが怖かった、うんうん、まあ、寝れませんでしただけど、まあ次の日は寝るじゃん。寝るっす ね、うんうん、ね、その時はどうだったのか、ね、多分それを書いてないってことは、うん、まあ何かがあったらね、多分続きも書きますしね。まあそう、ね、その書き込んだ人のページまで飛んで日記とかまで漁ると続編があったかもしれないですよね、もしかしたら。そうか、うん、あ、一応これコミュニティじゃないですか、あの、うん、こういうのって書かれるのって、うん、コミュニティって分かりますか皆さん。ミクシー分かりますか、聞いてる人。分かりますよ、そ世代だったでしょう。世代ですよ、ね、一応ね、あのコメント残せるじゃないですか、うん、それによると、はい、その赤い服の人は、まあ、夢でですよ、夢で赤い服の人の顔をはっきり見たのに全然覚えてないですと。で、兄が取り憑かれてるんですかねみたいな。まあまあまあそうね、うんうん、夢の世界から現実の世界に影響を及ぼしてるってことだよね、うんうん、そのコンビニの話は全部夢の話だよね。そうそうそう、そうだよね。もう家に帰ってくるのももう全部夢ですね。そうだよね、その続きは後で、うん、って言われて目が覚めたんですからね。もう友達と遊んでるところも夢だったんで、うん、そうだよね、うん、あでも確かに気味悪いっちゃ気味悪いね。そのコンビニのところに赤い女の人を見ても顔を見ないようにって書いてあったら確かにちょっと不気味だよね、うんうん、なんかそんな、なんていうんですか、友達と遊んで、うん、でトイレ、コンビニ、トイレ行きたくなってコンビニ行って、でそういう現象があって家に帰る寸前までの夢とか見れるんですね、その流れで。確かに、なんかまあ俺は全然夢覚えてられない人なので、うん、もしかしたらそういうリアル感のある夢も見とるのかもしれないですけど、うん、なんか今までそういうかなりリアルな場所で、例えば学校行って、うん、友達と喋って帰ってくるまでみたいな夢を見たことがな い,、うん、ない気がするから。僕はありますね。あるんだよね、まあまあ、リアルな夢は全然見ますか、ね、ないんすよね。うん、絶対何かに追われてるんだよね、夢見ると見つかっちゃいけないみたいな、そういう夢がすげえ多いんだよね。あ、なんかね、うん、自分でも感じてないぐらい結構ストレス感じてるらしいですよ、そういう人は。追われる夢、追われる夢は。そう、うん、なんか俺も追われる夢結構多いんですよ、うん、だから調べたことがあって、うん、まあ、まあ夢占いレベルの話ですけど、はいはいはい、もうやっぱストレスを感じてたりとか、嫌な人が近くにいるとか、そういうのが多いらしい。2人とも見たことあるんです？あるんすよ。俺結構見るよ。僕見たことないんですよもしかしたら原因目の前にいるかもしれないでストレスフリーっていうことじゃないですか、うん、あ、なるほどね。うん、あ、まあ、その自分でも気づいてないぐらいのストレスないって思っとるんですけど、うん、自分でも気づいてないぐらいのストレスがそういう引き金になったり、多いってこと。そのストレスっていうのは小さなストレスと、自分で気づいてないほど小さなストレスって意味なのか、うん、自分で気づいてないけど実は大きなストレスなのか、そうかそみたいな、わかんないですけど、ストレスを感じてるらしいです。そうなのかなって聞きますよ。まあ、見ましたね。結構いろんなサイトに書いてありましたね。あら、そうなんだ。うん、なんかこの夢はお兄ちゃんが連れてきたその赤い人がもう家にいて、うんうん、そのせいで今日見させられたみたいな。なるほど、うん、だからお兄ちゃんについて。そういうことか、うん、ね。あ、そうか、お兄ちゃんだ。そうだそうだ、うんうん、本当だ本当だ。だからこれから家族とかも全員見るんですよ。見てくようになったりとか、まあ、その日から例えばちょっとお兄さんの、うん、様子がおかしくなったとか、赤い服を好んで着るとかね。で次はあの自分家の近くの T 字路に立ってるんですよ。実はお兄ちゃんだったんですか今までの話。なるほどね。赤い女の人風のお兄ちゃんだったんですか。いやでもコメントでもね、赤い服の人を女装した兄貴だったんじゃないですかって。本当はね、うん、ありましたね。そうか、顔を思い出そうともしても思い出せないというか、うん、顔を思い出そうとしてもなんか兄貴の顔になっちゃってなってるみたいなね、うん、あれあの人の違う違うみたいなさ。
そのボソボソって言った兄貴の声と同じ声だったなみたいな、うん、ああ、うん、そういえばまた後での時のあの声は、うん、兄貴だみたいな、うん、本当だ兄貴説だねこれは兄貴説、うんうん、兄貴が取り憑かれてる説、うん、それにしましょう、うんうん、だってそのねトイレで待ってる順番待ちの時もなんか似てるというか、うん、トイレの扉の向こうにバッていたみたいな、うんうんうんとかもなんかちょっと似てるなって、うん、ちなみにねまあ、赤い服の人の女の話なんですけど、はい、さっき赤い服の人女装した兄貴だったんじゃないですかってコメントしてる人が、うん、俺も家の風呂で見たことありますよ、うん、上下真っ赤なスウェットで曇りガラスの前に立ってドアを開けようとしたので誰やって言ったら正面向いたままスーッと消えてきました、うん、ちなみに上下赤いスウェットは誰も持ってませんっていうちょっと短いですけどスウェットちょっと新しいです ね新しいってあだ鉄腕の友みたいなジャージですけどね、うん、ああれそうかジャージかジャージですけど、うん、まあ形はねあんな感じってことでしょうんなんでだろうってことですよねああそこよくうまいようまい綺麗ですよねめちゃくちゃ綺麗だった、うん今日なんかみんなステルスといいなんかみんな綺麗に出してくるっすねうわうまかったな今もう終わってもいいなと思ったもんなねえ、うん、あ言いたかったそんなにうまくないですよこれめちゃくちゃ恥ずかしいですから今言いたかったなじゃあ皆さん今ケイスケの勇姿をもう一回リピートしておきますんで俺も家の風呂で見たことありますよ、うん、上下真っ赤なスウェットで曇りガラスの前に立ってドアを開けようとしたので誰やって言ったら正面向いたままスーッと消えてきました、うん、ちなみに上下赤いスウェットは誰も持ってませんっていうちょっと短いですけどスウェットちょっと新しいですね新しいってあだ鉄腕の友みたいなジャージですけどね あれそうかジャージかジャージですけど、うんまあ、形はねあんな感じってことでしょうんなんでだろうハイライト。すごくだ。今日のハイライト。いやーでもねみんな赤い人遭遇するんですね。これちょっとコメント欄でももし遭遇したい人いたらなんか見たいですね。どういう状況だっていうの、ねうん。でもやっぱその思うのは赤っていうのはこう印象残りやすくて、うん、こっちも意識しがちなんで、うん、ちょっとした変化があるだけでも。記憶には残りやすいのかなっていうのはちょっと思いますまあまあまあそうだよね、うん、コカコーラもそうだしサンタクロースをね赤くしたのもコカコーラ、ね、コカコーラ確かね自分とこのカラーにしたっていう赤白、ねうんうん、すごいよね、うん、そうそういうのがあって、まあ、普段その赤いから気がついたけど、うん、赤くなかったら素通りしちゃってるかもしれないってことね、うんうん、だから実は霊を見てるかもしれないけどそういうインパクトのある格好してない霊はこう素通りしてるというか、うんうん、だけかもしんないねそうであと、まあ、ちっちゃい時に多分見るとよりなんかちょっとより怖いものって思うじゃないですか、うん、っていう記憶が何年も経ってくと、うん、じゃんなんていうんですか どんどん色付けされてるというか、うんうん、本当は、赤い上着ぐらいだったのに、うん、あれがロングコートだったとかったみたいな、ね、っていう風に怖かっただよっていう印象でどんどん膨らんでって当時見た時よりより赤くなってんじゃないかなっていうああそれはあるかもしれないね、うん、自分の頭の中で熟していくってことはね、うんうん、果実のようにね、うん、そうですそうです赤くね来るな来るななんか来るなって思ってましたけど普通のことだったんですなんでだろうみたいな うまくいかなかったわあれは綺麗でしたからね綺麗だった本当にいや言いたかったな言った後の空気ちょっとヒヤッとしてましたけどね感心して感心してたちょっと感心しちゃって、うんうん、はいということで、うん、まあ赤い服の女でしたけどいやちょっと面白かったです ね、うんうん、なんかその赤い服でもっと後日談もあったりするような話があれば、うん、そっちともなんか連結できてくるのかなっていうのは思いました、うん、ありますね。なんか八王子、うん、今八王子に移ってきたみたいな本当に家覗いてくるなんかいましたよね赤いそれ、うん、怖いじゃん何それ。いや結構有名だったっすよ。なんか最初どっか違うところで東京の
東京でもなかった気がするんだよな最初は。で今八王子みたいなの、去年ぐらいに八王子で目撃例が多いみたいな。怖い、赤い服の人が。赤い服だった気がするんですけど、うん、なんかね、家の例えば今リビングとか窓あるじゃないですか、うん、ここで覗いてくるんですって。うん、怖いよ。それがちょっと人間なのか霊なのか分かんないですけど、うん、目撃談が多いっていう。だ木村琴橋にも来てますもんね、覗いてくるやつ。ああそうだ、え木村さん見てますもんね。木村さん見てますもんね。ああそうだね、赤い服だったかどうかちょっと分かんないな、服までは分かんない、うん、じゃあパッて覗いて赤いかどうかなんて分からんくない。だって顔覗くってさ、顔だけ出すみたいなイメージじゃん、ちょっと肩はみ出てるみたいな、出て肩が赤い。ちょっとね、なんかそう有名な話なんでちょっと調べときますね、それまた特集やろうかな。へえ、怖、移動してんだ。なんかね、名前もついてるんですよ。あ、その人に。うん。ひょっこりはんじゃなくて。そうっすね。ひょっこりはんじゃなかった。なんかでもね、そんなような名前だった気がする。うんちょこちょこちょこピーですか。違う。なんだったっけな。今大喜利タイムみたいになってますから。忘れちゃったんでまたちょっと調べておきますね。うん、まあまあ分かってる人はあのコメント欄で教えてくれれば嬉しいです。あ、そうね、うん、あと赤い、うん、女の人の体験談をね、聞きたい。聞きたいですね、うん。でも なんかこれが赤い服だったら怖いよねと思ったのが、俺ナース服だったな。夜に病院で赤い服のナース服の人が徘徊しとったら怖くない？うん、あのコスプレっぽいよね。ああそうか、ちょっとそれ感出るんですね、確かに。ちょっとエナメルの赤いナース服、うん、ありそう。ありそうだね、うんうん、ハロウィンとかでありそう。ありそうだね、あのラブホテルのレンタルとかで借りれそうですね。ありそうだね、うんうん、終わりましょう。そうですね、はい、今のところはちょっと俺カットしとるかもしれない。綺麗に終われんなと思う。じゃあ終わります。はい、はい、この話もし自分だったら。ありがとうございました。